ルナ・バションは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の女子プロレスラー、マネージャー。父親は、元合わせ界タッグ王者のポール・ザ・ブッチャー・バション。おじは、元合わせ界ヘビー級王者であり、WWE 伝道者のモーリス・マッド・ドッグ・バション。おばは、元合わせ女子王者のビビアン・バションというプロレスリング、ファミリーに育った。元夫のデビッド・ヒースもプロレスラーである。 おばのビビアンとファビュラスムーラのトレーニングを受け、1985年にムーラの主催する女子プロレス団体にてデビュー。同年より NWA フロリダ地区に入り、ロックことイノナリトルハートとドーターズ・オブ・ダークネスなるタッグチームを結成。髪を半分剃り上げ、独々しいメイキャップを施した怪奇派のヒールとして同格を表し、 ケビン・サリバン率いるアーミー・オブ・ダークネスに加入、パープル・ヘイズ、マハッシン、フォーリン・エンジェルらと共闘した。1986年には、ジャパン女子プロレスの旗揚げ、第2弾シリーズに初来日。この時は、ロックと共に、女子版ウォリアーズと歌われ、父のポール・バッションも、マネージャーとして来日している。その後、カナダ・カルガリーのスタンピード・レスリングやプエルトリコの、 WWC などを転戦して、デビッド・ヒースとトム・ナッシュの覆面タッグチーム、ブラック・ハーツのマネージャーを担当した。1993年、WWF に、初参戦。センセーショナル、シェリーと、仲間割れしたショーン・マイケルズのセコンドとして、レッスルマニア級に登場し、以降シェリーと交想を展開。シェリーの離脱後は1993年下期より、 バンバンビガロ、1994年からは、ブル中野のマネージャーとなり、ブルと共に、当時の WWF 女子王者アランドラ・ブレイズと、構想した。WWF を離れてからは、アスアやイカップリングウィズに登場。イカップリングウィズでは、スティービー・リーチャーズからスチールケージマッチで勝利を収めている。バンパイア・オリアコこヒースのマネージャーも務め、1997年は、 ヒースがバリー・ヒューストンを新パートナーに再結成したブラックハーツに同伴して岩ジャパンに来日。初代王者に認定されていたオーフ女子王座の防衛戦も行われたが元川エミに敗れタイトルを失った。1997年には WCW にも単発出場している。1997年の末に WWF と再契約。 より変態的なキャラクターのザ・アーチスト・フォーマーリー、ノーン・アズ・ゴールドストに変身した、ゴールダストの新マネージャーを担当し、マーク・メロアンド、セーブルと構想を展開。1998年のレッスルマニア14では両、チームによる、ミックスドタッグマッチが行われた。その後は、クルガン、ゴルガ、ジャイアント・シルバラの怪物軍団、ヒューマンをディティーズの一員となり、 1998年下期からは彼らと共にベビーフェイスにも転向した。オディティーズ解散後の1999年はアイボリーやジャクリーンを相手に女子王座戦線で活動したが2000年初頭にバックステージでのトラブルが元で WWF を解雇された。なお、同時期 WWF にはヒースがギャングレルの リングネームで在籍していたが、ルナとの共闘は実現しなかった。以後、2000年代は、レスラー兼マネージャーとして、各地のインディー団体を転戦。オーストラリアのワールドレスリングオールスターズやイギリスのオールスターレスリングなど、海外にも遠征した。2004年、元プロレスラーのニキタコロフにより、洗礼を受け神聖キリスト教徒となる。2006年に、ヒースと離婚。 翌2007年にプロレスリングビジネスから引退、フロリダ州ポートリッチにて、レッカー車のドライバーに転じた。2010年8月27日、フロリダにある母親の自宅にて死去。48歳没。死因は、鎮痛剤として用いていたオキシコドンの過剰摂取とも、されている。2019年、WWE 電動のレガシー部門に迎えられた。ありがとうございます。